クリスティアン・レルは、ドイツ・ミュンヘン出身の元サッカー選手。ポジションは、ディフェンダー。FC ・アルマニア・ミュンヘンでサッカーを学んだレルは、1998年に、バイエルン・ミュンヘンのジュニアチームでポジションを獲得。3年間プレーした後、2001から02シーズンに、バイエルン・ミュンヘンのリザーブチームでデビュー。そのシーズンは、レギオナルリーガで10試合に出場した。 それから2シーズン後、2003年10月4日のヘルタ、ベルリン戦で、ミハエル・バラックに代わって84分から出場、ブンデスリーガデビューを果たした。2003から04シーズンは、トップチームの一員として3試合に出場した。2004年から2年間ツバイテリーガに属していた1、FC ・ケルニエ、レンタル遺跡。しかし、4から2で敗れた SV ・バッカー・ブルクハウゼン。 戦以降はあまり出場機会を与えられなかった。シーズン2度目の SV バッカーブルクハウゼンとの試合で得点を決めて以降は DFB ポカールにも2試合に出場。リーグでも8試合に途中出場した。ブンデスリーガに昇格してからも出場機会に恵まれ、特にシーズン後半はスターティングメンバーにも名を連ねた。バイエルミュンヘンに復帰した2006から07シーズンは トップチームで12試合、リザーブチームで8試合に出場。翌シーズンは、ライトバックで、レギュラーとして出場していたウィリー・サニョルの離脱によって29試合に出場し、ブンデスリーが初ゴールも挙げた。その他にも DFB ポカールに8試合に出場し、UEFA カップでは11試合に出場、得点も挙げた。しかし、2009年にルイファンハールが監督に就任すると、 デルは、再び、リザーブチームへと追いやられてしまった。2010年6月23日、ヘルタ・ベルリンへと移籍。2012年5月15日、ブンデスリーが昇格、広角プレーオフ,フ・ホルツナ・デュッセルドルフ戦のセカンドレングで、相手選手への暴行と審判に対する侮辱行為を行い、ドイツサッカー連盟より6試合出場停止処分を受けた。結局チームは2000。 合計3から4で敗退し、2部に降格した。2012年8月11日、スペインのレバンテ・ユーリーと1年契約を結んで、移籍した。2015年9月1日、TSV ・ベイアルーンと契約。ありがとうございます。